マルセロ・ピンヘイロ・ダビデ・メロは、ブラジル・ベローリゾンテ出身の男子プロテニス選手。ダブルスのスペシャリストとして活動し、これまでに ATP ツアーで、ダブルス19勝を挙げる。自己最高ランキングは、シングルス273位、ダブルス1位。身長203センチメートルの長身からついた、ヒロファというニックネームがある。2015年全仏オープン男子ダブルス優勝。 2017年ウィンブルドン選手権男子ダブルス優勝2009年全仏オープン混合ダブルス2013年ウィンブルドン選手権男子ダブルス2014年 ATP ワールドツアーファイナル準優勝メロは7歳の時から家族揃ってテニスを始めた15歳まではサッカーもプレイしたがテニスに専念する決心をして1998年に プロ入りする。彼は男子ツアーブ大会での長い下積み時代を経て2007年から ATP ツアー大会に本格参戦を始め4月末のポルトガルオープンでアンドレ・サト君でツアー初優勝を果たした。同年のウィンブルドン選手権男子ダブルスでメロトサはベスト4に進出した。二人は準決勝でアルノー・クレマン、ミカエル・ロドラ組に6から7。 3から6、3から6のストレートで敗れた。ところが、メロが、ウィンブルドン直前の6月10日、クイーンズクラブ選手権で、イソメテプテンに、陽性反応を示したことが発覚する。警備な違反として、彼は、国際テニス連盟から2007年9月10日から11月9日まで2ヶ月間の、出場停止処分を受けた。2008年、メロと差は、ダブルス年間4勝を挙げ、 北京五輪の男子ダブルスにも出場した。2回戦でドイツのライナー・シュットラー、ミハエル・コール番組に6から7、3から6で敗れた。2009年は5月中旬のオーストリアオープンで優勝があった。メロは2006年までフューチャーズやチャレンジャー大会でシングルス戦にも出場したが ATP ツアーでは一度しかシングルスへのエントリーがない。 男子テニス国別対抗戦でビスカップブラジル代表選手としてもすべてダブルス戦のみに出場している。2009年全仏オープンでメロはバニアキングと混合ダブルスのペアを組み決勝戦まで勝ち進んだ。決勝戦で2人は第1シードペアのボブ・ブライアン、リーゼル・フーバー組と対戦し7から5、6から7、7から10で落とし、準優勝となった。 2010年からは、ブルーノ・ソアレスとペアを組むようになった。2010年全仏オープン男子ンダブルスでベスト8に進出している。2012年7月のロンドン五輪で2度目のオリンピックに出場し2回戦で、チェコのトマーシュベルディハ、ラデクス・テパネク組を1から6、6から4、24から22で破りベスト8に進出した。準々決勝では、 フランスのジョー・イルフリード・ドツォンが、ミカエル・ロドラ組に4から6、2から6で破れた。9月のデビスカップワールドグループプレイオフでは、ロシアのアレックス・ボゴモロフ・ジュニア、ティム・ラズ・ナバシュビリ組を7から5、6から2、7から6で破り、ブラジルの10年ぶりワールドグループ復帰に貢献した。2013年ウィンブルドン選手権男子ダブルスでは、 イワン・ド・ディグと組み始めて4大大会男子ダブルスの決勝に進出した。決勝でブライアン兄弟に6、3、3、6、4、6、4、6で敗れ準優勝となった。全米オープンと ATP ワールドツアーファイナルでもベスト4に進出した。2015年全仏オープン男子ダブルスでイワン・ド・ディグとペアを組み第3シードで出場。決勝でブライアン兄弟に6から7。 7から6、7から5で勝利し、グランドスラム初優勝。11月2日に、ブライアン兄弟を抜いて、ダブルスの世界ランキングで1位になった。2017年ウィンブルドン選手権男子ダブルスで、ルカシクボットとペアを組み第4シードで出場。決勝で、オリバー・マラチ、マテ・パビッチ2五から7、7から5、7から6、3から6、13から11で優勝。 ありがとうございます。